アーバン・ショッカーは、アメリカ合衆国オハイオ州クリーブランド出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。名前はニックネームではなく本名である。1915年にカナディアンリーグからヤンキースに指名され入団。翌1916年にデビュー12試合に登板し4勝3敗、防御率2.62の成績を残す。 二年目の1917年のシーズンオフにヤンキースとセントルイスブラウンズとの間で5対2プラス金銭の大型トレードが成立しショッカーはエディ・プランクとデルプラットと入れ替えにブラウンズに移籍したブラウンズでは1918年に14試合の当番ながら防御率1.81と高騰するメジャーリーグでは1920年にスピットボールが禁止されたが ショッカーには特例としてスピットボールを投げることが認められ、同年初めて勝ち星を20勝に乗せた。1921年にキャリア最高の27勝12敗を記録し、アメリカンリーグの最多勝利投手となり、次の年の1922年にはリーグ最多となる149奪三振を記録。この年チームも過去最高のリーグ2位まで躍進した。 ブラウンズに1924年まで在籍した後、再びトレードでヤンキースに復帰。1926年には19勝11敗、1927年には18勝6敗と35歳を過ぎても高い勝率を維持していたが、1928年に一試合当場にした。ところでヤンキースはショッカーを放出、そのままメジャーでのキャリアを終えた。ショッカーは、 ヤンキースに在籍した投手の中で最後のスピットボーラーとなった。同年ショッカーは肺炎を患い、9月にコロラド州デンバーで亡くなった。ありがとうございます。